お待たせいたしました。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の梅津、対するベイスターズの先発はエースの今永、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の梅津、マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは梶谷。第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。次が4球目投げました、打った、右中間へのヒット。神里、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9、一塁ランナー走った、ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。第3球を投げました、打った、ファールボール。投球これから4球目、引っ張った、これは左に切れていきます。空振り三振。左バッターボックスは4番佐野。背番号44。第9投げました、初球はストライク。第2球投げました、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、打ちました、マルティネス、余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。梅津、ワンアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。ドラゴンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは宮崎。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、ファーストの右、アウト。ビシエド、一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番倉本。背番号5。次は4球目投げた、打った、ファールボール。次は5球目空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。中井、背番号0。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。梅津、3球で仕留めてみせました。梅津、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー今永。次は5球目、ストライク、空振り三振、三者連続三振。バッターは9番戸柱。背番号10。第4球は打ちました、高橋、取った、一塁送球、記録はヒット、記録はヒットです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。打順は1番に帰って梶谷、投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。梅津、ナイスピッチング、投げた、まっすぐ見送ってストライク。投球これから4球目、スライダーボール。次が5球目、打ちました、ヒット、ボールは中継、神里、ナイスバッティングです。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。初球ストライクから、変化球ストライク、アウトローへ、これで追い込みました。ボール。次が4球目、投げた、低めボール球打った、ファーストこれは守備範囲内。ビシエド自らベースを踏んで3アウト。梅津、ツーアウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは佐野。第1打席はファールフライに倒れています。投球これから4球目、打ちました、1・2塁間への当たり、ビシエド軽快にさばいてワンアウト。右のバッターボックスは5番宮崎。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、スライダー、空振り三振。左バッターボックスは6番倉本。今日の第1打席はスイングアウト。投げました、見送ってストライク、いきなり151キロ。ボール。第3球を投げました、ストレート空振り、タイミング合いません。投げました、打った、ファール。第5球
投げました、流し打ち、内野ゴロ、高橋ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。梅津三者凡退、無得点に抑えています。4回の表が終わって0対0です。5回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは中井、外角低め、見送ってストライク、いきなり151キロ、投げた、打ちました、ピッチャー一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー今中、さあ5球は5球目、投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、阿部軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番戸柱、これが2度目のバッターボックス、投げた、打ちました、サード正面のゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。梅津下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって0対0です。試合は後半6回に入ります。トップバッターは梶谷、ここまで2三振といいところがありません。初球引っ張った、ファールボール、第2球投げた、アウトコース低め、ストライク、追い込んで第3球を投げた、打ちました、バットの先っぽ、ファール、外れた、ボール、投げました、打ったいい当たりだ、ライナー破った、梶谷いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。追い込んでから投げました、見送ってボール、第5球投げました、ボール、アウトコース低め、投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。投球これから2球目、外の球空振り、これで追い込みました。第3球外角低めいっぱい、見逃し三振。梅津見事なピッチングです。ランナースタート、ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。投げました、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、梶谷三塁回ってホームへ、ドラゴンズ追いつかれました、1対1。バッターは6番倉本、今日は三振とサードゴロ、投げた、2球目空振り、第3球を投げた、変化球、空振り三振、梅津ナイスピッチング。6回の表が終わって1対1、梅津とうとう打たれてしまいました。同点で迎える7回です。バッターロペス、第1球決まった、ストライク、まずは決めてきました、決まってストライク、投球は3球目、投げた、外角低め、見逃し三振、梅津3球で仕留めてみせました。投球はこれから3球目、打ちました、あっと引っ掛けた、ファールボール、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、打ちました、いい当たり、阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。左バッターボックスには戸柱、今日3打席目、第3球を投げました、打ちました、センター前のヒットになります。戸柱ナイスバッティングです。ドラゴンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ